10月になりました。神奈月スタートです。時刻は5時50分。今日は、7キロの、ちょっとだけペース上げて走ってきました。ポイント練習は特にしてません。じゃーん、りゅうちゃんは今月末お誕生日なんで、じゅんちゃんからスマートウォッチをプレゼントしました。なんかポッピッとね。あ、後ろのね、多分ね、光量の調整ができんね。りゅうちゃんこういうのする人じゃないんやけどね。ちょっとこれからね、健康管理、心拍とか血中酸素とかそんなん測ってね、記録残したらいいかなと思ってプレゼントしてみました。どう、気に入った？まあ、あの、最初面白がって使うけど、そのうち飽きて使わなくなるかもしれんけど、まあ、朝ランの時だけでもやっとったらね。ね、かっこいい。いろいろいじってみてください。そんな朝です。今日も一日頑張ろう。今日はランオフです。はい。でも村岡どうだったんですか、村岡？村岡もボロボロ体。体ボロボロ。あの、乾燥はしました。ああ、でも立派立派。よう頑張ったね。ボロボロ。砂利道？砂利道。っていうか、そもそも練習が足らん？いやー、よう頑張った。よう頑張ったね。いや、練習足らんことないよね。勇者 T シャツがちょっと恥ずかしかったね。うるさい。勇者、よく頑張った。ありがとう、村岡の皆さん。サンマ油が乗ってるので、小松菜炒めはノンオイルにしておきました。オイスターソース味です。キクラゲたっぷり。晩ご飯です。
はい、10月2日水曜日、時刻は9時を回ったところです。9時10分ですかね。今日は、2キロのフラットな周回を5周で10キロしてきました。もう今日はね、出かける前からもういやだ行きたくないって感じでしたね。心拍をレースの時の150後半から165ぐらいまで、そこまではしっかり上げて、本番で走ってる時のドキドキ感と同じぐらいまでしっかり上げて、それを維持して10キロ走って、あ、最後の2キロ1周をキロ5分まで頑張ってあげようっていうプランで、まあなんとか10キロやったらなんとかね。じゃあまだ15キロはちょっとやる根性がね、すいません。当面やりたいと思えるこの気持ちが上がってくるまでは10キロでつなぎつなぎやりたいと思ってます。はい、まあ、今日はよく頑張りました。
ヨーグルトは 200g です。10月3日木曜日、時刻は6時半になりました。今日は朝ラン6キロりゅうちゃんのリハビリジョグに足の具合はちょっと痛い、ちょっと最後歩いて鳴らしましたね。まだちょっと痛いそうです。村岡の爪痕大きし朝です。6キロです。空いたので先にキャベツを食べます。はい、晩ご飯は、豚とごぼうのとろろ丼とセロリの葉のハニーレーズン和えピーナッツ入り、切り干し大根と貝割れ大根、ひじき、人参のサラダ。何で味付けしたかな、ちょっと忘れちゃったな。エリンギとわかめの味噌汁。こんな感じです。